セリエ A はイタリアのプロサッカーリーグ、レガカルチョによって運営されているトップディビジョン。セリエ A が創設されたのは1898年で、あるがイタリアの全国リーグとなったのは1929年のことである。1990年代には UEFA チャンピオンズリーグでイタリアのクラブチームが7年連続でファイナルに進むなど世界中から スター選手が集まり、世界最高峰のリーグと呼ばれていた。イタリアのセリエ A は、イングランドのプレミアリーグ、スペインのラリーガ、ドイツのブンデスリーガ、フランスのリーグアンと共に、ヨーロッパの5大プロサッカーリーグを形成している。スクデットセリエ A のリーグ優勝をすることをしばしば、スクデットを取るという。スクデットとはイタリア語で、小さな盾を意味し、優勝クラブはよく、シーズン。 ユニフォームの胸に、イタリア国旗のトリコロー俺を示した、縦型のエンブレムを縫い付け戦うことができる。優勝10回ごとに一つ、ステッラと呼ばれる、金色の星の刺繍を追加することが許される。36回優勝のユベントスは3個、18回のインテルミラノと AC ミランは1個の星をつけている。9回優勝のジェノアは、あと1回の優勝でつけることが可能だが、優勝は、すべて、 第二次世界大戦前のものであり、90年以上も優勝から遠ざかっている。1950年代から1990年代前半まで、セリエ A では3階建て構造と呼ばれる、ユベントス、ミラン、インテルのビッグ3に加え、ジェノア、ローマ、フィオレンティーナ、ラツヨ、ナポリ、サンプドリア、トリノ、ボローニャなどの中堅クラブ、ついでプロヴィンチャという構図が、 基本的だった。3階建て構造では、プロビンチャは主力選手をビッグクラブに放出して得た遺跡金でクラブを運営し、ビッグクラブはプロビンチャの主力選手を補強して戦力を上げていた。また、ビッグクラブでは余剰戦力をプロビンチャに放出することで無駄な人権費を削減。プロビンチャは有力選手を獲得して戦力を維持できるといった恩恵があった。 イタリアの地域事情や歴史的背景から、ユベントスやミラン、インテルは北部のプロヴィンチャと結びつきが強く、ローマやラツィオは中南部のプロヴィンチャとの結びつきが強かった。また、北部のクラブと中南部のクラブ同士での選手の移籍も活発に行われており、3階建て構造によってセリエ A は成り立っていたとも言える。ただし、フィオレンティーナに関しては北部、 中南部のクラブともに結びつきが強いが、ユベントスへの移籍は禁断の移籍と呼ばれており、両クラブ間で移籍をした選手は、サポーターからのブーイングが飛ぶことが恒例となっている。かつて、ロベルト・バッチョがフィオレンティーナからユベントスへ移籍した際には、フィレンツェでボートと化したサポーターが街に溢れ、暴動にまで発展した。1990年代中盤より、 衛星有料放送の普及によるサッカーのビジネス化、ボスマン判決による外国人選手獲得の自由化などカルチョの国際化が進む中で急激な変化が起き、ボローニャやナポリ、トリノ、ジェノアなどのクラブが降格した。中堅クラスのクラブは成長に成功したグループと没落するグループに代別され、3階建ての構造は崩壊した。こうした中で台頭したのが、 セブンシスターズとも呼ばれるビッグクラブグループだった。すなわち、従来のビッグ3であるユベントス、ミラン、インテル、それに、ジュンビッグク,クラブのローマ、新たなビッグクラブとして、ラツヨ、フィオレンティーナ、パルマが加わった7クラブだった。新興勢力であるフィオレンティーナ、パルマ、ラツヨは、カルチョビジネスの拡大バブルに伴い、大型補強を行って、優勝争いに加わった。 フィオレンティーナは映画制作者のマリオとその息子ビットリオチェッキゴーリ。ラツヨは食品メーカー大手チリオのセルジョクラによってパルマは食品メーカー大手パルマラットのカリスとタンツの下で莫大な資金を投入し、1999から2000シーズンは上位1から7位までをセブンシスターズが占めた。セブンシスターズは国内のみならずヨーロッパにおいても躍進を遂げた。 しかし、サッカーバブルが崩壊し、過剰な投資と放漫財政の破綻が明らかになると、従来のビッグ3を除くクラブは、経営難にあえぐこととなり、セブンシスターズの構図は崩壊する。フィオレンティーナは、チェッキ合理による主力選手の売却などを経て2002年に破産した。ラチェオもクラニョッティによる無謀な治療の経営が破綻した、ために破産寸前に追い込まれ、パルマも2003年、 パルマラットの粉飾決算事件を機に不良再建を抱えてしまった。ローマも例外ではなく、選手会長の下で巨額の負債を抱えることになった。2000年代半ば以降、フィオレンティーナ、ラツヨ、ローマ、パルマなどのクラブは多額の負債を抱え、主力選手放出を余儀なくされ、クラブの再建に取り組むことになる。フィオレンティーナは2002年の破産によるクラブ消滅後、 若手主体のチーム作り、中長期目標に基づく優勝を目指すなど、全体的に再建の途中と言える。また、ボローニャやナポリ、トリノ、ジェノア、サンプドリアなどの1990年代に没落していった中堅クラブが、経営再建を経て、セリエ A に復帰するようになり、かつての3階建て構造が復活しつつあった。そんな最中、2006年に起きた、 カルチョポリは一大スキャンダルとして世界中に衝撃を与えたのである。これによってユベントスはセリエ B に降格、ミラン、フィオレンティーナ、ラツオも勝ち点減算などの処分が課された。2006から2007シーズン以降はカルチョポリの影響を受けなかったインテルとローマ、経営再建を経て躍進したナポリがセリエ A を盛り上げることになった。しかし、 カルチョポリのネガティブなイメージは、イタリアサッカー界全体をも飲み込んでしまい、観客数の低下、世代交代の失敗も相まって、結果的には、リーグレベル低下と代表チームの弱体化につながった。リーグレベル低下に追い打ちをかけたのが2010年代に導入された FFP である。これまで、セリエ A の各クラブは、オーナーの資金で赤字を埋めることで経営が成り立っていた。 しかし、FFP では、オーナーの懐から資金を補填することが禁じられたため、各クラブは、経営方針の見直しを余儀なくされた。とりわけ、オーナー経営だったインテルとミランは、FFP の影響をもろに受けたのである。赤字額を抑えるために、主力選手放出を余儀なくされて戦力が低下し、リーグでも注意に低迷することになる。逆に、 ユベントスはもともと親会社のフィアットがスポンサーだったこともあり、FFP の禁止事項を回避することができた。また、イタリアの他クラブとは異なり、スタジアムを所有していたため経営面で優位に立つことができた。これにより、2011から2012シーズン以降はリーグ連覇することができたのである。20クラブによるホームアウェイ方式2回戦争あたりの リーグ戦形式で行われる。したがって1クラブあたりの1シーズンの試合数は38試合、計38試合が行われる。勝利クラブに勝ち点3、引き分けの場合には両クラブに勝ち点1が与えられ、負けは0になる。順位は勝ち点の多い順に決められ、勝ち点が最も多いクラブが優勝となる。複数のクラブの勝ち点が同一の場合には、 得失点差などに関係なく、同順位となる。シーズン終了後に、同順位の場合、そのチーム同士の対戦成績により決定する。カップ出場枠は、毎シーズン、欧州サッカー連盟が定める、UEFA ランキングで変動する。セリエ A は、UEFA チャンピオンズリーグ4枠、UEFA ヨーロッパリーグ3枠を得る。UEFA ヨーロッパリーグのうち1枠は、 コッパイタリアの優勝チームに与えられる。コッパイタリアの優勝チームが順位で出場権を確保している場合は、準優勝チームに出場権が与えられる。準優勝チームも順位で出場権を確保している場合は、順位による枠が一つ拡大される。また、下位の3クラブがセリエ B に自動的に降格する。ただし、クラブの財政的な問題で、 プロライセンスを保有できないと判断された場合は、セリエ C 以下のクラスへの降格があり得る。過去の2階級以上降格となった例警告処分は、初め4回で1試合の出場停止処分となる。その後3、2、1回と減り再び4回に戻る。1試合に2回の警告処分及び退場処分を受けた場合は、翌1試合の出場停止処分となる。 ただし一試合に二回の警告処分を受けても悪質とみなされなかった場合は出場停止処分を受けない場合がある。EU 内国籍及び EU 加盟申請中の国の選手に関しては無制限に登録が可能。EU 外国籍選手に関しては2002年7月18日以前に契約した選手には適用されず、毎年8月31日までに新たに契約して、 セリエ A に参戦する選手は各クラブに2人のみ追加で登録することが許される。1929年にリーグが現在の形になって以来計60クラブがセリエ A に所属してきた。この中でもインテルナチオナールミラノは一度も降格することなくセリエ A に所属し続けている唯一のクラブである。 2019から20シーズン終了時点2019から20シーズン終了時点2016、2017、シーズンの平均観客動員数は22,830人で欧州リーグで4位であった。1994年にジェノア CFC に三浦和義が期限付け移籍し、アジア人として初めてのセリエ A プレイヤーとなった。 現地では、マーケティング目的という声もあったが、試合に出場し、1ゴールを挙げた。しかし、1年でチームを去った。1998年に、ペルージャに中田秀俊が加入し、1年目から、活躍、地元のスポーツ紙、グエリン・スポリティーボが選出するセリエー初年度の、外国人選手を対象にしたセリエーサプライズ賞に選ばれた。2000年には、 名門エースローマ移籍し、日本人で初めてセリエ A 優勝を経験した。中田の活躍は、七海博士や中村俊介など多くの日本人選手がセリエ A でプレーするきっかけとなった。2010年代では、インテルミラノで長友優斗がプレーし、AC ミランでは、本田圭介が背番号10をつけてプレー。イタリアの名門クラブに、日本人選手がそれぞれ所属し、 2014年にはミラノダービーで日本人対決が実現した。中田秀寿氏が加入した1998年以降、20年連続で日本人がセリエ A でプレーしていたが、長友がトルコのクラブに移籍したことにより、その記録は途絶えた。詳細はヨーロッパのサッカーリーグに所属する日本人選手一覧イタリアを参照。ありがとうございます。